4アンダーだったんですが、今日は18本ヒットを打ちました。そしてマリーンズファンの皆さん、今日のヒーローはツーランホームランを含む4安打3打点の活躍、鈴木大地選手です。まず貴重な追加点の4回のタイムリー、あの打席はどのような思いでしたか？タイムリーですか？最近ヒット出てなかったんで、とにかくつなごうという気持ちで必死でした。はい。そしてその後もヒットが続き猛打賞となり、最後の打席はツーランホームラン、初球でした。振り返っていただけますか？いや、もう僕が打ったんですけど、チームがそういう雰囲気を作ってくれていて、打てない時も、ベンチが自分を盛り上げてくれてたんで、はい、みんなに出してもらいました。その言葉の通り、本当にチーム今日は18安打となりました。今シーズンここまで打線のつながり、勢いがありますね。いや、もう本当にみんなでやってるっていう形なんで、選手ももちろんファンの皆さんも含めてロッテ全員で戦ってます。はい。また鈴木選手ご自身の今シーズン、どんなシーズンにしたいですか？まあ、去年が残念すぎるシーズンだったんで、今年は勝ちまくりたいです。はい。さあ、チームはこのカード勝ち越しです。最後にチームを代表してファンの皆さんにメッセージ、意気込みお願いします。本当に遅くまでいつもいつも熱い応援ありがとうございました。一戦必勝で頑張ります。また応援よろしくお願いします。今日のヒーローは鈴木大地選手でした。今日はホームランを含む4本のヒットを打ちました鈴木大地。今日のゲームのヒーロー